新日本プロレスのヤングライオンカール・フレドリックス選手を全力で応援する JRA のセイヤです、はい、えっ、ー、とねきのうのロト6はですね後藤が6口当選しましたはいえー、まあ縦目で5、えー、数字はちょっとえぐいんですがはいえー、まあやってきたことがね無駄じゃなかったと感じ取れるね瞬間でもありますはい、はい、えー、でね、えー 毎回ね、あのー、結果があったあとはね、あのー、復習はちゃんとしてるんです。はい、えー、予想復習予,予習復習じゃなくてね、予想復習っていう感じでね、えー、やってます。はい、えー、で今回の、えー、ロトセブン、京都で買ったクイックピックはこちらになっております。はいで、えー 宝くじ年末ジャンボ発売されました、はい、西銀座チャンスセンターですかね私袋だけ持ってますまだ行ったことないんで行ってみたいなと思いますいずれねはいえー第344回のロトセブンの予想です 前回ね、えー、開催会のお19が絡んで、えーっとですね、日の2系列の11が絡んだ、年の3が絡んだ、そうですね、29もそうですね、で月の32が絡んだっていう形ですかね、8泊で、えー、17っていう。 ででしたはい、えー、で今回は2019年11月22日いい夫婦の日ですね。えー、359です、えーで。開催会が2系列になっておりますね。はいで1泊でありますということです。ね、えー、日がね、9の日なので、えー、その時、えー、出てるものがこちらになっております。17が気になりますかね。 はい、えー、で今回、えー、と開催会が2なので、開催会2の時きに、えー、出てるものです。はい、えー。そうですね。1とかも気になりますけど、20 22、2日で2、22っていうのも気になりますが、はい。えー、で開催会待つ日が4、待つ日が4。はい、そのときに、えー まあここら辺り気になりますね。29ですかね。私は気になるかなと。はい。で、1泊でやります。はい。1泊の時に何が出てるのかっていうのが、あやっぱり17出てますね。と。ここの連番とかあっていいのかな。ここの連番あっていいのかなとか、そういうふうに、えー、思います。えっ、ー、と、待つ美が2。待つ美が2なので、 その時は、はい、えー、やっぱり17、18出てんだなと、えー、いう感じですね。はい。で、えー、対案です。はい。対案の時に、えー、ここらが出てんのかな、ここらも出てるんですねで。10番が私気になりましたね。1か10、36も出てますか。私はここで10番が気になるなと。 はい、えー、でタイで一泊だった時っていうのがあ,ありましたと三回ありました今年は九月二十二日九月二十日ですね、えー、そうですねその時にそうですねこれは十番で出るんですよねで三十七で私これも参考にですね今回十番も品質してるんで、えー、どこだ えこうですね、対案の時にも10番出てるんで10番をチョイスしたいなとあと37ちょっと軽視してはいけないんじゃないかなと思って37と10番のサ,サンドイッチっていうねふう、えー、なことも考えてますはいで29も出てるんで、えー、そうですね1泊でも出てる対案でも出てるんで29も、えー、入れようかななんて そういう感じで、えー、やってみたいなと思っています。で14もねあの11月に入ってですねえっ、ー、と合計列で出たのって32だけなんですよねはい32が、えー、ここで連チャンしてるんですが14は10月の末出てから出てない14か23は、えー、来ていいんじゃないかなとで思います。 でロト7の場合はね10、23よりも14の方が出やすいのかなと思ってます。えー、でね、えー、そうですね、2系列で今回は29を狙いたいというところですかね。はい、で、9系列で、えー、9の日なので、あの18とか非常に、えー、本命にしたいかなという,う感じです。はい 本当は流そうと思ったんですけど、はい。で、まあ、いろいろ、こう、えー、いろいろ、フォーメーションとか考えたんですけど、今回、ちょっと時間もなくて、今回、これでいきますね。はい。これでいきたいと思います。で、15はね、穴数字なんです。あのー、出てないんですけど、えー、最近、最近は出てるか。最近はどこで出たかな。えっ、ー、とね、最近はここで、 10月に出たのかな ?10 月の18とかかなはい。えっ、ー、とね、この、15は出てないんですけど、あのーこう、こういうやつとかで出てないんですけど、えっ、ー、と、昨年の11月に3回出てるようなので、えぇ、ー、穴数字として、 入れてみますで連番も出やすい日でもあるんでこの今日っていうのは、えー、22日ですか1415っていう連番とか1718、うん、やっぱ18はねあのー、日がは休憩列なんで1718でここは18か17いずれかにしてでそうですね25っていうのもちょっと気になってますあのあんまり品質してないんですけど こういう五、末尾55とかねこういう同じやつが出やすい日でもあるらしいので15172529まあ先ほども言った2系列の29九しいとで37と10と一致します。ここはもうあの1718で行ってまあ縦目の可能性もありますけどねここはもう7数字になってるんではいここはもうあのー。 1 0十7でサンドイッチですね先ほども言ったように、えー、で14があの合計列で14来るんならこれだっていう感じであこれ両方とも含んでますけど23も入るんならこれだってことでね23外れての連番でこれは畳めですね242425っていうのを入れてますで今回ねこの123456点で、えー、買いますはい